はい、というわけで千葉にやってまいりました。サイクルガジェット、はい、というわけで隅田川にやってまいりました。今回の一泊二日の一人旅はバッサーで、一人旅していこうと思います。バッサーは白山鳩ヶ谷の長尾さんにサドルをオフセットからゼロオフセットに、でハンドル幅を20ミリぐらいなのかな、狭めたので多分ね乗り心地とかも変わると思うんですよ。なのでですね、そちらのレビューとかもねお伝えしていけたらなと思います。はい、今回の目的地は、秘密です。まだ内緒ということで、バッサーのねハンドルにあのスマホマウントがなかったので、ちょっとね取り付けどうしようかなと思ってたんですけど、こちらじゃん、これハンドルの横にしかマウントで取り付けられないんですけど、こういうなんかコンパクトのがあったのでちょうどいいかなと思って今使ってます。サイクルガジェット、はい、到着しました。都立源公園、そう、私が行きたかったところは江戸川サイクリングロードなので、もうちょっと先に進んだところですかね。下に進めばいいのかな、なんか江戸川サイクリングロードまであと14キロぐらいあるんですけど、私道間違えたかな、あれ、ここ江戸川サイクリングロードの近くだよね。なんか道に迷ったみたいなんですけど、とりあえずは一旦休憩っていうことで水分補給をします。はい、咳込まないということで、とりあえず迷子っぽいんですけど、 Google マップで地図を見ながら江戸川サイクリングロードを目指します。あー、やっと着いたー、あー幸せー。サイクルガジェット、はい、というわけで千葉にやってまいりました。うわー、ここ後ろ江戸川サイクリングロードです。なんかさっき向こう側の反対側に行ってたんですけど、向こう私普通に千葉県だと思ってたんですけど、埼玉、あ、でも葛飾区って言ってた、東京だったんですよね。なので、今度は向こうの方松戸をね目指してまたのんびりサイクリングしようかなと思います。で、途中経過なのでバッサーの乗った感想、今ね何十キロぐらい乗ったんですけど、やっぱりね乗り心地っていうのはだいぶ変わりました。よいしょ、倒れないかが心配。はい、ハンドルとの距離が結構だいぶ近くなったので、ちょっと体が起こして漕げるようになったのでだいぶ楽になりましたね。前までだとね結構長距離10キロぐらい走ってももう結構痛かったので、無駄なところで体力使わされてるなっていう感じがしたんですけど、今は全然ですね。バカなんですけど私ちょっとねすごい重い荷物できちゃったんですよね。でこちら重量測ったらなんと約6キロです。6キロのリュックをずっと背負い続けているので、もう肩がもげそうなほど痛いです。 PC を持ってきたんですけど、そこがねちょっと今日の一番嫌なところなんですけど、だからねちょっとお昼ちょっとお腹空いたんですよね。3時なのでちょっともう少ししたらお昼食べていこうかなと思います。千葉で有名な名物、私らっきょうぐらいしか知らないんですけど、個人店に入りたいですね、せっかくなので。チェーン店とかじゃなくて。サイクルガジェット、わー、なんかすごい幸せ。黄色い花があるとすごくなんか、あー春だなっていうほっこりした気分になりますね。この日は以前動画に紹介したあなたのロードバイク人生を教えてくださいのインタビュー動画も2つほど撮ってたので、お昼がだいぶ遅くなりました。実質お昼を食べたのは16時過ぎなのでもう腹ペコです。本当はねカロリーメイトも3つ買ったので3人の方にインタビューしたかったんですけど、チェックインの時間もあるのでここはね1人は諦めて、お昼食べて早速ホテルに向かいたいと思います。サイクルガジェット、地下神っていうところですね。やってるのかな。あ、営業してますか。はい、営業してます。はい、中もめちゃめちゃレトロでした。こういう昔ながらのお店私大好きなんですよね。なんか本棚にもあの漫画っぽいのがあって手に取って読んでみたんですけど、もう全然私の世代じゃないのか全くわからなかったです。
すいません。なんかここの一番の人気とか言ってないですか。多いの生姜焼きか、唐揚げか、ナポリタンも食べられるの。じゃあそれでハンバーグ乗ってるから、はい、はい、あと、飲み物が、はい、レモンスカッシュ。レモンスカッシュ、はい、はい、お待ちください。はい、今回学んだのが、知らない土地を走るときは大通りではなくてあえて住宅街を狙って走ることで、普通だったら絶対に出会えないようなお店に出会うことができるので、この方法はおすすめです。はぁ、お腹いっぱい。そう、海辺のいいところはここにね、ちょっと邪魔だなって思ったときにコンパクトにできるところが結構いいので、5時にチェックインなのでちょっとやばいですね。早く向かいます。サイクルガジェット。ホテルはね、リンコバッグで入れないと入れないので、今日はイージー用のリンコバッグ持ってきました。パーソン入るんです。すごいですよね。事前にホテルに電話したところ、リンコ袋に入っていればロードバイクでもミニベロでも大丈夫だとのことです。入りました。じゃじゃーん、入りました。あー重そう。この上ですね。よし、チェックインにギリセーフってことで、今からロードバイクにチェックインします。もしね、ホテルに自転車を持ち込む場合は、まあ、リンコ袋に入っていれば大丈夫っていうホテルが多いとは思うんですけど、事前に電話してその旨を伝えておくか、許可をもらっておくべきだと思います。はぁ、ロードバイクに到着しました。おー、綺麗ですね。あれ、お腹いたて。いやでもいいですね、なんか北松戸駅から徒歩1分というか、もうほぼ目の前なのでめちゃくちゃ便利。電気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 、ポチッと、ホテルルートインの北松戸の方に来ました。ホテルのね、ルートインはね、結構私何度か来てるんですけど、ここね、朝食付きで、しかも大浴場があるので結構ね、いいんですよ。それで5800いくらかでした。まあ大浴場がもし無理だったらこっちでも入れるのでね、結構いいですね。えいっ、あれ、いてててててこっちか。多分土浦ぶりぐらいなので、一人旅が久しぶりにゆっくりできますね。とりあえず疲れました。ホームページから予約すると、なんか飲み物がもらえるコインがあるので、ルートイン泊まる方ホームページから予約した方がお得かなって思います。あー、幸せ。サイクルガジェット、私の持ち物紹介をしていこうと思います。では紹介していきます。まずはリンコ袋、帽子、コンタクトとか櫛とか、そういう小物品ですね。ピシッ、めちゃめちゃ重い。よいしょ。あとはメガネと、おなじみのアイロンと充電器のケーブル、着替え用の服ですね。タオルとかはホテルにあるものを使えるので、まあ、あとは大事なものとか貴重品とかは、まあ、別でバッグをサコッシュと持ってきてるので、バッグは2個持ってきました。サイクルガジェット、ちょっと残念なことが、ここのルートインは大浴場がないみたいです。あー、結構楽しみにしてたのでだいぶショックです。はい、もう6時過ぎたのでね、早速ちょっとね、やんなきゃいけない作業とかをやろうと思います。サイクルガジェット、おはようございます。2日目の朝で今から帰ります。本当は翌日も走りたかったんですけど、雨の予報だったので、もうこの後急いで帰りました。だからね、1泊2日の松戸旅無事に終了しました。